早くも世界が注目。サルスベリが咲いたね。長い祭りが始まったね。彼女は OA、 職業浮世絵師。美しくも怪しい、幻想的で怪奇な江戸を生きる一人の天才。なんだよ、おはずにお目にかかりやす。ここにいるジジイが北斎先生で、親父と娘で筆2本、箸4本あればどこへ転んだって食っていくさ。おめえはまだまだ半人前だな。おなお。姉ちゃん、トスさんは俺に全然会いに来てくれない。こんな絵描かせる先生もひでえな。お姉さんのは人は描けてるがどうも色気がない。あのバカ、知りもしねくせに描くからボロを出す。あいつは何でも描ける気さ。描けねえなんて言いたかねえのさ。日本を代表する豪華キャストで送る爽快浮世エンターテイメント。もうじっとしていられねえのさ。不器用でもまっすぐに、浮世絵師お栄が江戸を行く。サルスベリ、ミス北斎。どうってことね、暮らしだけど結構楽しくやってる。